皆さんこんにちは。今日はフラクタル心理学で何ができるかっていうのをお話ししようと思います。まあ、例えばですね、皆さんが何か嫌な出来事があったっていう時に、やはり皆さんは心理カウンセラーのところに行こうとか思われるかと思うんですけれども、まあそういう時にですね、まあ普通やることって何だと思いますか？やっぱりそうですね、そのコミュニケーションをうまくやるためにどうしたらいいのかっていうねことを教えてもらったり、あるいはそのとても腹が立っている時にはそういう感情をですね癒したりとか、そういうふうなことをねやるのかなっていうふうに思ってらっしゃるかもしれないんですが、フラクタル心理学っていうのは全く違うんですね。まあ、もちろんそのすごく腹が立っている時とか、すごくこう悲しいとかねいう時にはそれをこう癒すっていうのをまずやるんですけれども、その後にそもそもその出来事ってなぜ起きたのか、これ知りたくないですか？やっぱりね、そういう、感情を癒したところで自分にだけ起きた出来事っていうのは嫌ですよね。なんでこれを私が体験しないといけないの、他の人はなぜこれを体験しないのっていうことがね、ちょっとこう悔しかったりしますよね。ですからやっぱりそこを知りたい、なぜ自分に起きたのか。フラクタル心理学は実は、現象というものがどうして生じるのかっていうことを解明した理論をベースにしてるんですね。だからいわゆる一般の心理学とは全くそのスタートラインが違うんです。ですからそういうね、今置かれている状況を見るとそこに原因がこう見えるわけですね。だからその原因を治すっていうことが最終目標なんですね。で、意外とこれは簡単にできるんです。でそれはですね、まあ、普通はどうしてこれが起きたのか理由がないと思われてますよね。そのないというのを一旦やめないといけないと思うんです。理由はあるんですよ。なぜ自分にこんなことが起きるのか、そこに理由がある。そしてその理由を分析する方法があります。それがフラクタル心理学が持っている方法なんですね。ですからそれを分析し、その原因そのものを脳の中のプログラムとなってるんですが、それを直していく。そうすることによって今起きている状態から脱することができる。そしたら幸せですよね。これがフラクタル心理学でやっているカウンセリングなんです。